クリス・フルームは、ケニア・ナイロビ出身で、イギリス国籍の自転車競技選手。ケニアのナイロビで出生し、13、4歳の頃、南アフリカに移住したが、選手登録は、ケニア自転車競技連盟にていった。2006年には、ツアー・オブ・モーリシャスで総合優勝。2007年、南アフリカ籍のチーム、コニカ・ミノルタと、プロ契約を結ぶ。この年、 ツアーオブジャパンで来日し、第6ステージのイズステージでステージ優勝。その後、祖父母の故郷でもあり、レース環境が充実しているイギリスへの移住を希望。2008年にイギリス自転車競技連盟へ登録を変更、バルロワールドに移籍した。同チームが2009年限りで解散したため、2010年よりイギリスのチームであるチームスカイへ所属している。2010年に、 ケニアに帰国した際に、ビルハルツ重血球中に感染し、それは2018年現在も感知していないという。ブエルター、エスパーニャ総合優勝のファンホセ工房とは13秒差の総合2位に入り、グランツールを狙える選手として注目される。このブエルタでも、第17ステージの山岳ステージで、区間優勝目前のファンホセ工房をゴール直前で、 捉えて制するという途半力の強さを見せたが、翌年のツールド・フランスでさらにその力はいかなく、発揮されることになる。ツールド・フランスではエースであるブラッドリー・ウィギンスを、献身的にアシスト。山岳カテゴリー1級のラプランシュで、ベルフィーへの頂上ゴールとなる第7ステージでは、ラスト1キロメートルを切ってアタックしたカデル・エヴァンスを、ウィギンスと共に追走。最後はエヴァンスを、 スプリントでかわし2秒差をつけ、ツール区間初優勝を果たした。その後、第17ステージで、ウィギンスとの絶妙な連携を見せて、総合3位につけていた、ビンチェンツォニバリを交代させ、ウィギンスのツール総合優勝に貢献する形となった。そして自らも、総合2位に入った。2年連続の参加となった、ブエルター・エスパーニャでは、ツールからの連戦ということもあり。 疲労により連日交代。前年のようなパフォーマンスは見られなかったが、個人総合で4位となった。2013年シーズンは昨年度のブラッドリー・ウィギンスを彷彿とさせるような強さを見せ、クリテリウム・デュ・ド・フィネやツールド・ロマンディなどで総合優勝を獲得する。第100回ツールド・フランスでは3区間を制して圧倒的な強さを見せつけ、総合優勝を果たす。あまりの強さに、 一時はドーピング疑惑も出るほどだったが、検査の結果、クリス・フルームも含めて、2013年の大会出場者でドーピングの要請を示した選手はいなかった。昨年に引き続き、ツールド・ロマンディとツアー・オブ・オマーンを連覇。ツール前哨戦ドーフィネでも、開幕に連勝を飾り校長かと思われたが、その後のステージで落ち者に会うなどし総合優勝には、 ほど遠い結果となった。ツール・ド・フランスは、フルーム地震初の防衛大会となったが、雨の中の第5ステージで2度の落ち車に見舞われ、リタイアに終わった。プエルター・エスパーニャでは、アルベルト・コンタドール等との激しい争いの末に、総合2位となった。英仏海峡トンネルのサービストンネルを TT バイクを使用して55分で走破している。このイベントは、 ジャガーとチームスカイのコラボレーションで開催され、イギリスフォークストン側から走り始めた。公式に自転車でトンネルを渡ったのは、これが初となる。プエルター・アンダルシア、クリテリウム・デュド・フィネで総合優勝。ツール・ド・フランスでは、この年のジロでイタリアを制したコンタドール、前年の覇者、ヴィンチェンツォ・にバリ、ナイロ・キンタナと共に4強と呼ばれて優勝候補に挙げられた。 総合1位で迎えた第10ステージで優勝して他の優勝候補に大きな差をつけるとアルプス山岳ステージの第19、20ステージでは逆に金棚に引き離されて総合タイム差を詰められたが守りきり2度目の総合優勝と初の山岳賞獲得を果たしたツールドフランスではピレネー3連戦の2日目の第8ステージ最後の1級峠ペールスルド頂上より 集団から飛び出し、高速ダウンヒルで、ジョ上入を獲得。第12ステージの門、バントにて、沿道から溢れた監修によりストップしたカメラバイクに追突し、自転車が破損、代替車が来るまでランニングするというハプニングもあったが、山岳個人、タイムトライアルの、第18ステージでも優勝するなど終始安定し、2位と4分5秒差を、もって3度目の総合優勝を果たした。 ダブルツールも視野に入れて出場したブエルター・エスパーニャでは得意の個人 TT で逆転可能な総合タイム差でキンタナをマークし続けていたが第15ステージで序盤からアタックしたキンタナやコンタドールらをスカイのアシスト勢が取り逃がしこの際につけられたタイム差も響いて総合2位となったこの年はツールをシーズン未勝利で迎えた 1> 第1ステージの個人タイムトライアルで6位につけると、大会最初の山岳コースとなった第5ステージを3位でゴールし、総合主位となって、チームメイトのゲラント・トーマスから、マイオ・ジョーヌを受け継ぐ。ピレネへの壁とも言えるペーラ・ギュードへの頂上ゴールとなった第12ステージでは、ゴール目前でロマン・バルデやファビオ・アルラに引き離され、マイオ・ジョーヌをアルに奪われる。しかしパンチャー向きのコースである。 第14ステージで、フルームは、ステージ優勝したマイケル・マシューズらに続き、ステージ7位に入り、あるはアシストを受けられなかったこともあって遅れてしまい、再び、舞を上尿ダッシュ。第20ステージの個人タイムトライアルで、ステージ3位に入り事実上、ここで、総合優勝を決定づけ、最終、第21ステージも、無難に乗り切り4度目の総合優勝を果たした。 4年連続出場で悲願のブエルタ、エスパーニャ制覇を狙いブエルタに出場。初日の TTT でライバルたちから奪ったリードを活かし、第3ステージ終了後に総合首位に浮上する。第9ステージ、2年前にトムディウムランに敗れたクンブレデルソルへの頂上フィニッシュで優勝し、先月のツールで果たせなかった区間優勝を手に入れた。個人タイムトライアルの 第16ステージでは、ウィルコ・ケルデルマンに29秒差をつけ2度目の区間優勝を果たし、第20ステージのアングリル上場フィニッシュでもステージ3位と堅実な強さを示して、念願の総合優勝を果たした。また、ポイント賞と複合賞も獲得した上、ダブルツールを達成するという偉業を成し遂げた。サルブタモール基準チコ問題二千十七年十二月三日、UCI は、 ブエルタの第18ステージにあたる9月7日のドーピング検査から基準値を上回るサルブタモールが検出されていたことを発表した。フルームは以前からズダの治療のために吸入器でサルブタモールを使用しているがドーピング検査で基準値を超えたことはなかった。UCI はフルームに対し説明を求めチームスカイやフルームはあくまで治療の一環であり、 基準値を超えた吸入はしていないと主張したが、出場停止や成績剥奪の可能性もあった。2018年シーズンは、春先からあまりかんばしい成績を上げることができず、ジロでイタリアでも前半の山岳ステージで、他の有力選手から引き離され、前年引退したコンタドールが、フルームの総合優勝はないとコメントするなど、多くの人々にとって、 勝利は不可能であるかのように思われた。しかし、モンテゾンコランにゴールする第14ステージで区間優勝したほか、第19ステージではチマコッピとなるフィネストレ峠で総合主位だったサイモンイエーツが遅れ出すと、スカイのアシストー勢は総攻撃を開始し、最終的に抜け出したフルームは8 0トルの驚異的な独走で圧勝。 総合主を奪うとそのまま総合優勝し、エディメルクス、ベルナールイノー以来3人目となる年をまたいでの、全、グランツール連続制覇を達成した。ただし、サルブタモール基準値超え問題は次郎終了後時点でも、決着がつかず、成績剥奪の可能性は未まだ消えていなかった。サルブタモール基準値超え問題のその後7月に入り、ASO は、 サルブタモール問題が曖昧なままのフルームを開幕、迫るツールドフランスから排除する模様と報じられたが、7月2日、UCI は6月28日に出ていた、和田の分析結果を受け、ドーピング違反ではないとの結論を下した。上記発表により、2017ブエルターエスパーニャ、2018、ジロでイタリアの総合優勝が確定した。ツールドフランス20184連覇、 史上最多対5回目の総合優勝をかけたツールド、フランスでは、第1ステージの終盤に、落ち写し遠道に押し出され1分を失うが、アルプス山脈3連戦の2日目となる、第11ステージでは、チームメイトの総合主義ゲラント・トーマスから1分25秒遅れの総合2位に立つ。しかし、ピレネー2戦目となる、第17ステージで、ライバルたちから40秒ほど遅れて、 総合3位に転落すると、総合主位を維持していたトーマスへのエース交代を認めた。その後の第19ステージでは、トーマスのアシストに徹したため、ステージ優勝したプリモシュログリッジに総合タイムで逆転され、総合表彰台圏内からも脱落したが、第20ステージの個人タイムトライアルで区間2位となる走りを見せ表彰台圏内に復帰、総合3位で完走した。 ツールド・フランスの前哨戦となるクリテリウム・デュ・ド・ィネの第4ステージ個人タイムトライアルの思想中に落ち者、大腿骨、肘、肋骨を骨折し治療に専念することになった。7月18日、UCI は不安補正工房のドーピング違反が確定したとして2011年のブエルター・エスパーニャ総合優勝を失格処分とし、 総合2位であったフルームが繰り上げで総合優勝者となった。7月9日、来期からイスラエルスタートアップネーションへ移籍することが発表された。2005年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2016年2017年、2018年。ありがとうございます。